初めての相手とか。3、2、1、大好き。これ失敗すると、はいはいはい、本当にホロスターズが一人減るぐらいの。アルランディスはおギャリタイはなんかやだろ。ダイヤモンドは砕けないみたいに言うなよ。さあついに始まりました。いろんな企画をしてホロスターズメンバーの新たな魅力を多くの人にお伝えしていく番組、うん、まあいろいろね企画あるんですけど、まあ、はい、まずね、はい、ホロスターズ1期生の相関図を作ろう。まあ誰がどういう感じでつながっててみたいなね、そんなことを見せていければなと思います。じゃあ映せるか、うん、なんか書いてあるといいじゃん。ワチャスタ何ユームアピールしてるの、ワチャスタとか。おじさんなのに可愛い字書いてるな。こびてるお前。レイヤーから消す力があるんだぞこっちは。怖い。あそこはね、無駄かもしれませんリッカちゃんからミヤビは、最初の頃にミヤビから言われたのは、うん、はいはい、リッカさんと話してると元気が出ます、マネージャーと話してるみたいですって言われた記憶がある。覚えてないな。マネージャーなんだって言われた気がする。俺花咲みやびマネージメントするわ。じゃあイーズイーズは、その、うん、信頼という言葉がやっぱり何と違う違う何て言うんだろう。喋り方がチラチラしくなってる。いやいやいや、みやびに関しては戦友かな。いい、まあアルさんに関してはそうやな。ギアを落とすんじゃないよ。アルさん泣いちゃう。下げるなギアを。はい。ミラビンじゃ、はいはいはい、お願いします。アルランディスさんはですね。一言で表すと、うん、近所のおじさん。どうしたらいいの俺は。いや喜んだらいいと思うよ。まあそうだね。アットホームだからいいと思う。笑えばいいと思う。じゃあ最後。最後アルさんいきますか。ね。あ俺。リッカ君は。うん。そうだな。ないじゃねえか。もしかしてアルさん忘れてる？いやそんなことないよ本当に。いろいろありすぎたから。でなんか一個言ってみてよ。アルフィスの思い出はということでじゃあ。歌が。じゃあちょっとまとめようか。そろそろね。次の企画に行きたいと思います。はい、新ホロスターズクイズ王決定戦。第2問ダダン。はい。おっと。なんだこれ。2019年10月28日アルランディスの配信。これ覚えてねえよ。少しお知らせと雑談の嵐で。だって京都都市だよ。アルダンディス。アルダンディス。アルダンディスさんは。アルダンディス。ダンディーな部分が溢れてるじゃない。三谷幸喜作品では何が好きだと答えている。これ覚えてますか。いやまあ俺はちょっと多分これとこれだろうなっていうのがね。まあでもこれアルダンティスさんのやつなんで俺が好きな作品とはちょっと違うかもしれない。あ確かにそこはちょっと残念なことには。アルさんが宇宙天ホテルザマジックアワーって。やべやべ。マジックアワー。これは直す直すな。間違いないじゃないですか。おい。でもアルランディスのこと何も言えないよこれ。はい、次いきますよ。はいダドン。ホロスターズが所属するカバー株式会社の谷坊さんの出身大学と学部はどこでしょう。ヒントみたいなのはないのかな。ヒントはめちゃめちゃ有名な大学です。ヤゴさん僕ないっすね。いやわかんないな。どれぐらいどれぐらい。ヤゴーミがあるかないかってことでしょ。うん。ヤゴーさんってなんかこうワイルドっぽくない。ワイルド。そうかな。俺結構繊細な。繊細大学ワイルド学部。繊細か。ではオープン。東京大学心理学部、早稲田大学軽音楽部ベース担当、早稲田大学経済学部。はい。ベース担当とかもうボケたな。いやボケしてだってわかんないし。はい。じゃあ回答いきます。はい。慶応義塾大学理工学部です。理工学部なんだね。なんかすげえ久しぶりに顔見たな。みんなが知ってる矢郷さんってこうにこやかに笑っている矢郷さんだから、うん、そっちで真面目な矢郷さん初めて見たかもしれない。理工なんだ、うん、と出しますね。はい、はいはい、お願いします。リッカはこの画像とともにツイートしたもの。まあヒントは、まあ、某漫画からね。はい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 、いきますよ。じゃあ、はい、皆さんの回答はこちら、はい、諦めたら試合終了だよ。待って、髪にスパナついてるよ。新しい指輪買った。はは。ってなんだよ。2個2個しかもついてるしな。はでもなんか俺ミヤビっぽい気がしてきたな。いやだよね、ちょっとね、悩んだね。イモケンピカスパナかっていうね。皆さんは見てないですね。嘘。じゃあ回答のほどはこちらになります。どうか壁ダーン。何これ。
じゃあ次の問題はこちらです。ホロスターマネージャーのしのぶさんのメガネの縁って何色でしょうか。みんなの回答こちらです。白か緑、紺色か茶色、青か緑、全部かじゃないか。本当にいいんだねこれで、はい、知らないよ俺。え、じゃあ回答こちらです。え、合ってると思うけどな。水色です。そんな色なの。かわいいな。そんな色だったっけ。いや分からんよ、この派手なシャツに水色合わせてるのはもう大道忍ぶだけですもん。あ、なかなかいい。いやここで出会ってたね。よかったね。よかったね。マネージャーのメガネの色は、いや合ってますよ、リッカさん。合ってるんで。合ってるんで。あれ？ほら、いつ変わったのこれ。いや最初からね、最初からねあったもんね。え、うん、水色って答えたけど。そう、いや楽勝だね。始まりました。これからこういうのをやっていきたいこととかってあったりしますか。逆に聞くけどロベはどう。待って、おい待って、おうがロベはね、なんて呼んだ今俺のこと。ロベはどうなの。ロベ、俺は今後ロベって呼ばれるの。まあ、そうだね。その時気分だから。気分によって。でもさ、まあ言ってもそういうことするのってまあオーガぐらいやん。だからミヤビくんは別にできんのちゃう。いけるよ。じゃあ俺のことはミヤビくんなんて呼ぶの。ロベルって呼ぶ。あ、まあオーガ、オーガって。あ、オーガ。じゃあ呼び捨てで行くんや。呼び捨てで今日は。こちらのコーナーをやっていきたいと思います。ホロスターズの相関図を作ろう。ロベとミヤビの関係性そんなに把握してない。実は俺とミヤビは初めてオフコラボやった仲なのよ俺。ホロスターズでも初か、あれ、うん、オフコラボ一番多いの俺ミヤビくんかもしんない。ちょっとミヤビから見た後輩の俺はどんな目で見てんのよ。え、でもやっぱり頼れるお兄さん感はあるよ。あら、あ、ちなみにこれさ、今俺の書いてる相関図見えます。えらいことなってきたよすでに。初めての相手とか。今聞いたことそのまま書いたらこうなっちゃったんだけど。まあ、まあ、まあここまで見るとな。ハートいる？オーガからのミヤビくんのムキムキになってほしいの。ミヤビ。次会った時にはマジで、あの腹筋とかもすごいよ、筋力筋肉。あ、そんなミヤビくんから見たオーガはどう？結構可愛らしい後輩だなっていう、その見た目にはよらず。いつも遊んでくれてありがとう。可愛いってこと？可愛い、そう可愛いってことだね。とりあえず僕は割とホロスターズ全員みんな好きだから、なのでねやっぱ今後とももっと配信、コラボとか増やしたい。確かにね。え、オーガはどうなの？ロベはいじっても許される先輩って感じかな。こういうこと言っても面白い返しをしてくれるんだろうなっていう。わかる。やべえ、歩き出てきた。すげえ気持ちいい。今日逆にさ、この3人はどう？これなんやかんやこの3人は不思議となんかこう緩い感じでやれる。確かにね。俺もバランスいいなとは思ってる。ってことでね、今日はねナイスバランスなやってますけれども、チームウェイ決まっちゃったな。まあでもこれを本当に見てもらえればね、なんかこの3人の関係性が分かるのかな。分かる、分かる、分かる、分かる。皆さんさ、春じゃん、どんな季節だと思いますか。出会いって言われるよな。お花見とか。違う。え、3月春と言ったら引っ越しの季節ですよ。引っ越し、引っ越し、ピンと来い。ピンと。そもそも一人暮らしをしたことがまずない今のところ。なるほど。じゃあみやびくんとしてはじゃあお引越しはちょっと、まあ、やっぱりねやってみたいなっていう。ここでこうみんなと話してても横にはね弟がいるわけですよ皆さん。というわけでね、うん、引っ越ししたいメンバーもいるということで、はいはい、今日の2個目の企画、はい、こちら、うん、幻想不動産。幻想不動産。今からですね紹介される架空の不動産の物件を見て、まあ、皆さんの理想の物件というものを考えていこう、うん、この番組収録にあたりましてですね、うんうん、リアルな不動産屋さんにですね、うん、動いてくれたみたいなんですよ、ね、せっかくだしね、うん、なんと、うん、今回、うん、リアルな不動産屋さんの許可が、うん、なんと降りなかったみたいで。なので、はいはい、架空の物件をこういうとこいいんじゃないかっていうところを見ていこうかなという、はい、こちらですか。はい、2つ目はですね、代々木駅から徒歩7ほうほう、家賃が8万円。物件としてはで、ベランダにお風呂とかトイレ。ベランダにお風呂とトイレ。なんでプラスみたいに言ったんですか。4階の角部屋で、はい、まあちょっとベランダがついていれば家賃8万でしょこれ、はい、大丈夫ですかそういう系は。え、何、事故物件みたいな。座敷わらし8万あ座敷わらしでんのここ。そうなんだ。ちょっと僕住んでみたいですね一回。ちょっと見に行きたいな。次の見せてもらっていいですか。じゃあ次は横浜から徒歩13、バルコニーも2つあり、バルコニーからバルコニーへ移動が可能。バルコニーからバルコニーも行けるの。ちょっとこれ飛ぶ、これ見てるとちょっと離れてますけど、ね、飛ぶってことですよねこれ。これ何階ですか。9階です。9階。これ結構落ちたらもう風呂、ほら
2つね。お風呂どころじゃないんですよ。あの、確かに。これ、意味合いがあるんですか、これは。特に意味はないんですけども。ないよ意味がない2人で住むならって考えると、まあ、11万半分できるから、僕は結構あり。ありやな。心広いな。もうさすがにないでしょ。いやーね、なんだろう。4DK のお部屋。4DK! はい。広っ。ほら、歌舞伎町。おぉ。おぉ、まあ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 。そうね、ちゃんと洋室4部屋あるから。なんで好き勝手使えるかと思いきや、何畳あるんですか、その部屋は。3畳です。3畳3畳は4つ。配信者が配信をするだけの部屋みたいなスタジオでよくないこれみたいな。そうだね。スタジオにしよう。じゃあ。スタジオにしよう、じゃあ、この物件は。今回、まあ、紹介しましたけど、住んでみたいなって思った物件ありましたか？座敷わらしを。ビフォーアフターを知りたいかも、それの、はい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 、雅の。じゃあ我々、大賀と俺は、うん、まあ、雅くんがこのお部屋に引っ越したのを、まあ、お祝いしに行くっていうことで、ね、お祝いするから。幸せの、ね、お裾分けされに行こう。うん、じゃあ、ではまず一つ目の企画です。ワンフレーズ演技力選手権。異なる4シチュエーションを設定し、本人が演じているのはどれか、そのうちの一つを当てる企画、はいはい。1ワードで全部決めろと。無駄な言葉はいらんと。最初のお題は、こちら、デデン、ワードが大好き。我こそはって人。最初にやっといた方がいいと思うんだよ。大事ですよ。これ基準値ですからね。これ基準値だもんね。そう任せてほしい。じゃあ、いきなり振られたものをしてもらう。なんだ。運営さんにお任せしよう。うわ。全然わかんない。お、来ました。うわ。どのうわだ？三、二、一。大好き。なるほど。いやこれはいい。いやわかんないけどな。俺は B だと思います。俺はね、D だね。D。それでは正解を発表させていただきます。正解は B、幼稚園児です。マジか。おめでとうございます。まあ僕の中でボイスといえばっていうの男がいるんですよ。まあ、影山支援って言うんですけど。なるほどね。誰が言ってたんだ。ホロスタ内ではもう話題だからね。うん、あ、じゃあ天から。運営さんにね。うん、お題。なるほど。読み始まってる。リアクションからの始めよ。はい。影山支援選手のワンフレーズ演技力選手権いってみましょう。3、2、1。大好き。おー、はい、いや、え？いや、これはいけるよ。まあまあ、これはまあ、ね、はい、もう分かりやすいでしょう。もうトーンといい。せーの、A。A。お、宇宙の女性に会いましたね。これが A じゃなかったらもうたらしよ。これはもう幼稚園児だったらやばいからね。もうちょっと犯罪のニュース。犯罪のニュースんだよな。やばいやばいやばいよね。答えは A です。いやー、やっぱね、素晴らしい。これは俺、ね、ただのサービスじゃねえか、うん、これはただのボイス販売してないけど無料で配りましたみたいな感じ。動画のコメント欄にスタンプ押される。私用何秒。スタンプ打ってくれ。2つ目の企画です。はい、小学校の思い出一致団結。おー、はい、ほうほうほう。小学生の時の思い出で全員で同じ回答が出るように一致団結を目指す企画です。読み合いよ、読み合い。天馬さんよ、天ちゃん。僕全く寄せてあげられないのね。じゃあ天馬さんに合わせます。じゃあ、分かった分かった。これ小学生の思い出、岸戸天馬に寄せるクイズにしましょう。いきますよ、第1問。でで、歴史上で一番人気の人物といえば。正直ね、これ一択だわ。僕が一択だとか言ってるのをちょっと考えながら、じゃあちょっとやってほしいかな。いや、分かんねえ。情報が少ねえ。はい、せーの、せーの、ドン。ああ、そっちか。いやー、そっちか。いや、俺ら合ってる。ほら、これでしょ。やっぱり俺ら、いや、これですよ。騎士なわけじゃん。ってことは武士なわけじゃんぐらいの。武士は武士ではない。そうそうそう。でも二人は揃うのすごいわ。じゃあどんどん行っていいですか。でれん、小学校の頃の一番楽しみなイベントは。せーの、はい、ドーン。なんでちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで俺ら、なん修学旅行、修学旅行でしょうが、な、運動会とかも勝手にやっててよ。いや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 。俺やっぱ天馬さんに合わせなきゃいけないかも。やっぱ合わしきれねえな、たどり着けない。運動会は検討します、次から。検討します。ちょっと難しいかもしれない。次のお題は何ですか。お題お願いします。第3問。デレン、一番好きな給食は。はい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 。僕が合わせる。合わせられます。僕はあんまり好きじゃないけど人気だったなっていうのはあるから。せーの、はい。うわーどっちだー。いや変えればよかった。いや変えてたらあった。変えてたらあった。
天馬クイズなんだよな、完全に。こちらの企画です。ホロスターズ変身を、まあ、メールが来た時どう返していいか分かんない。そんなメールが来た時どう返信するのか、そんな返信をちょっと見ていこうというような企画となっております。では一番最初のメールです。こちらです。同性の友達からの相談のメールと、会社に気になってる子がいるんだけどデートに誘っても嫌がられないかな、やべえ好きになってきた、俺いけるかな。こいつやばいやつだよ、ね、あそこの開業の間に何があったやろな、打ってる最中、ね、じゃあこのメールに対するオーガの返信こちらです。その子なら今隣で寝てるよ。おいお前さ最低いや何これ。これを聞いてドキッとして、うん、お前ちょっと舞い上がってるだろ、冷静になれよっていう意味も込めての、うんうんうん、実際ではないです、これはただ冗談で。にしてもこれはねビビるよ。ちょっと攻めたよなこれはな。お前しかもあれやで、お前当店もビックリマークもないやんけお前。そうめちゃくちゃ怖いでこれ。じゃ次まずは相談のメールこちらです。ちょっとめんどくさい友達からのいきなり来たメール。おはちょっと今暇なんだけど、お前じゃあシュウちゃんもの返信こちらの。うわっ俺はひどい。なるほど、これ素直に言ってみ。なんでマジでやってるでしょこれ。いややってないです。やってない。続きましてのメールこちらです。と意識していない異性の友達から飲み会の帰り道に来たメール、僕は公開しました。こちらごまかしたこいつ、最低だ。めちゃくちゃ勇気出したのに相手は。やっぱそのお酒の勢いだけで言ってしまっていたらやっぱお互いに後悔が残ると思うんです。でもちゃんとした手順をね踏みたいと思うんですよ。ちょっとすごいこの状況まだ楽しみたい俺多分。ああ出たな、ユコクロメル出たぞ。もしかしたらこの状況まだ楽しみたい自分がいるのか。あと1回くらい好きって言われたいんだろうこの後。あのすみません、あのここ全部カットしてもらってもいいですか。はい、続きましてじゃあオーガンの。メールで言うな。どういうことですか。正論。でもさっきのロベさんとは違う。俺はちゃんと言えって。お前の口から聞きたいって。そういうことだ。はい、ですかそんなシエンが返信、はい。こちらです、どうぞ。正気か。そうだよね。はい。今回ね。はい。なんで。こんなね。うん。それではね、まあ、今回ねたくさんありましたね、いろんなね、うん、返信をやってみましたけれども、うん、まあね、正気これ誰の返信がやっぱ一番良かったかなっていうところ。正気ってなるでしょ。それぞれみんな良さが出たよね、やっぱり、ね、やっぱ性格出たなーっていう、ね、オーガのめっちゃ良かったよ。でもあーバッと言い切る形めちゃくちゃ良かった。でもね、俺もねロベのねメールやっぱ良かったよね。なになになに、早く言え、なにうっせんだ、なー支援、正気か。あの多分ここにいる3名全員望まれた返信してません。いやでもさ、この逆に言うとこの3人という状況でこれをやったのが間違ってる。この企画消費か。お後がよろしい。はい、なんだって。ではこちらの企画やっていきましょう。未来プロフィール、うん、皆さんが今作っているプロフィール、うん、まあそれを5年後、20年後、100年後というような形で年代に合ったプロフィールを発表してもらうというようなコーナーになっております。はいはいはい、なるほど。はい、じゃあ宮城くんのまず5年後のプロフィールです。最近したお仕事、一日動物園園長に、うん、はい、まあ、それとあと劇場版ホロスターズがね公開されたので、前はねエイプリルフールでありましたけれども、まあ、あれがね実現したと、あれが実現するかもしれない。そうそうそう、まあ、5年後ですよ皆さん。じゃあ次は20年後かな。はいはい、じゃあ20年後のみやびくんのプロフィールを見ていきましょう。花咲の森のグリーンと今ハマっているものはですね、ガーデン作りだったり、うん、そしてまあ、はい、幸せを感じる、まあ、後輩がめっちゃ気を使ってまあ20年後なんで、まあ、なんですが悩み事がね、うん、まだ18歳なんですよね。20年悲しいことですね、まあ、悲しいことだ。ちょっとまあ成長できないっていう寂しさみたいなのがあるのかな。アラさん20年後だったら50、そっか、もっとか、後半とかになっちゃういるかな、大丈夫いるかだまだまだご存命ではあると思うけど大丈夫やと思うよ俺も。そっかそっか大丈夫それだったそんなメンバーが100年後ですよ問題は。はい、じゃあ100年後のみやびくんのまずプロフィールいってみましょう。はいはいはい、天魔ジュニアの、あらあら、天魔にねみやび僕のこうあとは頼んだ豚と、あそういう悲しい背景があんねや。あ、はいはいはい、まあ、僕はもうずっと天魔ジュニアの修行の修行付き添ってんのよ。ええー、ね、100年後の方がのプロフィールこちらです。
魔界統一トーナメントを開催してます。滑ろうとすな。おーおー、はい、俺さ、あの、うん、天魔ジュニア連れてっていい？いいよ。まあそうやな、一緒に修行させてほしいんだけど。ただ天魔ジュニアだったら俺も言ってしまえば自分の息子みたいなもんだから。可愛らしい、メンバーのね親族は可愛いもんですから。新しい技を覚えさせてほしいな。だから魔界の技を覚えさせて、はい、魔界騎士に打てるかな、しようかなと。ではまずこんな企画をやっていきましょう。はい、目安箱、目安箱、はい、目安ボコボコボ コ, ボコ、マチャスタのメンバーから無記名で意見を、ね、募りましたので、スタッフさんからの苦情が入ったりとかしてないですか ね, ちょっと可能性ゼロではない。最近5キロ太って去年買ったボトムが入らなくなってしまいました。みんなは体型を維持するためにしていることってありますか？ホロスタにこんなプロ意識のない人がいるって思われたくないんですけど、大丈夫ですかね？それ言うと、あの、匿名なのに傷つく人がいるんですよ。それはこれ言うとすごい反感買われそうなんですけど、太れないんですよ。本当にそう、僕もなんですよね。じゃあ、あの、ごめんね、本当にね。ホロスタみんな痩せ型なんだよな。あの、はい、何も努力してなくてごめん。ご意見としては、まあ総じて頑張れということで、頑張れですね。まあ我々からはそうですね。はい、続いてはこちらの企画です。お、はい、この企画はですね、知り合いに電話で指定されたワードを言わせるゲームです。俺から行かせてもらっていいですか？じゃあこれを聞いてもらって、うん、はい、番号が書いてあるんで、その番号が NG、相手に言わせるワード。ルル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 ル。はい。編集大変だろ今の。二って書かれてます。Wi-Fi。Wi-Fi です。Wi-Fi ね。このワードを相手に言わせる。もしもし。あ、オガ、オガ、あ、ごめんごめんごめん。何何。ちょっと電波悪い。いいからさ、あのあれじゃない、オーガ、あの Wi-Fi とかさ、あのちょっとあれなんじゃない？ちゃんと聞こえてるよ、耳大丈夫、当ててるとこ間違ってない。じゃあ当ててるとこはね、合ってんだよ。オーガ、角とかからさ、その Wi-Fi 出せるじゃん。おうおうおう、からさ、ちょっとさ、何の話それ、ちょっと電波悪くないっていう、何の話してんの、ちょっと電波悪くないっていう、そういう話、世間話、世間話したかったの。寂しい、喋りたくない。どういう回、どういう回。でもまた電話かけてきていいよ。これまたテーテーってやつだからさ、テーテーみたいな、うん、ちょっとあの Wi-Fi って言ってもらえない。どこと、カン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 、終了です、切ってください。まあ僕はもうね、決めてます、かける人も、ね、もうイズちゃまです。じゃあ引きますよ。ドゥルルルルドゥルル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 はい、はい、何でしょう。言いづらいことを、まあ、今から言うことになるんだけど。え、何急に、何これ失敗すると、はいはいはい、本当にホロスターズが一人減るぐらいの。まあそれ置いといて、僕たちってさ、最近10万人いたじゃん。YouTube から送られてくるやんね。何色だったっけ。シルバーのパケツ送られてきて。あ、お前なんか洋風かぶれだったっけ、そんななんか、何が送られてくるやったっけ、何色やったっけ。銀の盾が。あはぁ、銀のね、盾が送られてくるよね。シルバーから入りましたからね。やっぱあいつかぶれたな、急にな。シルバーの盾から入りました。読み通りのことされたわ。はいはい、じゃあまたワードのカード引いちゃってください。頑張ってよ、次は4番。ええー、難しいよこれは。難しい。ミッションインテレフォン、よーい、スタート。もしもし、聞こえますか？もしもし。遠いな。みやびさん、あれ、せんさん。あ、みやびさん、どうも、どうしたの。あ、どうした状況。今のジョギングで風すごいですけど。なんでエントリーしたんだよ。ジョギング中。みやびさんって秋葉原とか行ったことあります？あ、あるあるある。メイド喫茶。はいはい、僕行ったことないよ。あ、行ったことない。あ、みやびさん行ったことない。みやびさんでも多分知ってると思うんですよ。萌え萌えの後になんか言うんですけど、みやびさんの声で、あ、ちゃんと可愛くお願いします。なんで外だよね。疲れてるの。ちゃんと外だよ。ちゃんとちゃんと聞きたいんです、みやびさんの可愛い声を。一緒くなーれ、萌え萌えキュンって。はい、ありがとうございます。それでいいですか。はい、終了でーす。いやー、素晴らしい。よかったー。みんないる。さすがみやびさん、素晴らしいでございますよ。僕たちより体張ってくれてありがとうね。一応もう一回聞くけど、みやびくん行ったことないよね。ないけど、まああれは知ってるよね。ワンちゃんやったことは、うん、テレビとかでやったことはない。家でなんか自分のオムライスにやったりとかしてないよね。あ、してない。してはないよ。あ、配信でもしたことはない。
ありますかも。あるかい。あるじゃねえかよ。あるかい。ではまずこんな企画をやっていきたいと思います。仁義なきあるあるタイマー。シチュエーションを指定して両者であるあるを披露してもらいます。どちらが良かったかプレイしていない審判がジャッジをしていくというコーナーでございます。ホロスターズコラボあるある。まあ、こちらですね。あー、うん、なるほどね。まあ、こちらですね。まあ、これから見る限りではですね、はい、ほぼ同期なんで。はい、あ、わかりました。ルッタンからでいいかな。あ、お願いします。わかりました。お願いします。僕はカナデイズルがやかましい。はい、そしてアステル君声でかすぎ。はい、まあこれはね譲れないですよ。いや、こちらこそ譲れないですよ。もう一番音量調節むずいもん。うるさすぎて。いや、うるさいし、小さいし。いや、感情の起伏が豊かなだけであってあの、機械が答えきれてない部分はまあそれは機械が悪いです。じゃあもう改善できないんだ。いや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 、これからもずっとうるさいんや。いや、メンタル的にはね改善しようと思ってるんだけれども、でも改善できないんだよね。いやいや、変わらないんだよね。そこは僕普通に自分がうるさくしようとしてうるさくしてるだけだから。ああ、じゃあもう決定。それもこいつが一番やばいやつ。ニュアンスで、もうニュアンスで今日はちょっとうるさくしないでいこうって言われたらもう全然できますから。でもそんな日なかったね。でも君はもうだってさ、今技術的にできないわけでしょ。もうこれ解決できないわけじゃん、今現状時点では。いや、じゃあ僕はもう明日からできるからね。もう今すぐにでもできるからね。じゃあやってみろよお前。もうでかっ。いや、全然できる。もう全然できるわけよ、もう本当に。いやいやいや、そっちは恋にうるさくしちゃってるわけでしょ。それはもう過失だからね、そっちのね。もうそれが面白だと思ってやってたから。それを面白だと思ってるのは肩払いたいからね。おめえ一番やかましいんだよ。おめえの声が一番うるさい。キンキンくんだよ、君よ。うるさい。うるさいわ。今日は皆さんどうでしたか。とても白熱しました。そうですね。視聴者の皆様はね、こんな企画してほしい、こんなのが見たいとあればコメント欄で。なんでさ、でもクールな感じ。仲いいですからね、ホロスターズ。怒られたんで、そのね、ちっちゃい声でね、はい、やっていこうと思うと。そうですよ、白熱する時もあるよということですね。こんな企画をやっていきましょう。題して譲れない俺の人生ナンバーワン。まあ、これから出るテーマに合わせて、皆さんのね人生のナンバーワンを紹介してもらうコーナーです。俺のナンバーワン自慢はということで。ナンバーワン自慢はということで、うん、やっぱり僕たち、うん、ホロスターズの仲間だよね。まあいや美しいね。嬉しい。じゃあ続いて僕いきます。じゃあ俺のナンバーワン自慢は、はい、ホロスターズよね、やっぱり。うわっ、マジかよ。さあ、かぶせてきました。怒ってるってこと。それはもう自分自身が、あ、俺はホロスターズだぞっていうこと。ホロスターズとしてやっぱ自慢だよね。そうなのよ。僕が他のメンバーのことが大切だし自慢だよねっていうのが僕とミヤビー。これなんか偶然ね一致しましたけど。偶然一致しちゃったよね。だってこれね、一致するのかな。ててな。もしかしたらあるかもしれないですね。じゃあテーマのナンバーワン自慢聞いちゃっていいですか。はい、僕はね、はい、日記を2000日以上書いてすごいけどな。すごくない。結構すごいよ。いや、じゃなくて、これはね、2番目だったんだよ、実は。あ、そうなんだ。ナンバーワン自慢は、やっぱ直接言いたくて。あ、なるほどね、俺らにね、とりあえずね。何かな、うん、やっぱりそうだね、まあ、うん、ファミレスでバイトしたことかな、まあ。そこは仲間って言えや。続いては僕の持ち込み企画です。イズルの ASMRQ。僕が ASMR で音を出して、みやびと天馬には何の音かを答えてもらう。じゃあ第一問いきます。ええ、ちょっと待って。あ、でもえ、ちょっとぬめっ、え、大丈夫な音だよねそれね。えなやつ、えなやつかもしれんよこれ、もしかしたら。じゃあ第一問の回答、スライムをムニュムニュ揉んでる。僕はローションをぬちゃぬちゃしてるやつ。正解はスライムを触って遊ぶイズルでした。なんかスライムとローションの違いが、いやいや結構頑張ってたんだって。1回目のスライムだったのこれ結構ね。そうだった。そうなのよ。最後の問題いっちゃってもいいですか。もう始まってると思ってくださいね。じゃあもうね、ここからね、もう始まってます。しゃあねえな、マジで。もう本当に一回終わりました。一回終わりました。ちょっともう一回欲しい。オッケー。2倍がいい。大事なんじゃないかな。2倍がいい。2倍がいい。2倍がいい。オッケー。しょうがねえな、マジで。いやいや、言わなきゃいけないのかよ。しょうがねえな。でもそれほどちょっと面倒くさいことなんじゃないか。やっぱりやる、普段やるとしたら。静かに。
終わりです。自分の手の赤とかをこすり取るからでいずる。キモすぎるだろ。しょうがねえなっていうのはその赤を渡ってるってこと、ね、じゃあちょっと雅の回答を聞いていこうかな。マネージャーさんに湿布を貼ってあげるかなでいずる。正解は常に貼ったガムテープを剥がすいずるでした。これはもう2人ともどっこいどっこいやね。ちょっといい、しょうがねえなって何、なんでこうしょうがねえななんだ。いやもうしょう、うん、俺以外じゃなんかやったらんぞこれっていう。しょうがねえよ本当に。そういうことなんだね。そうそれ今もう剥がした、剥がしたちゃんと。剥がしたよ。あのガム手の方はあのプレゼントですか、あれは。いやいやいや、あーその説ももしかしたらあるかもしれないですね。生剥がしカナデイズルの、ね、ガムテープっていう。いやいや、まあ、若干 ね、そのなんかその法律的なところに引っかかっちゃうかもしれないんでそこら辺はね。この番組を見たと言ってくれればあれなんですけれども、あれかもしれませんね。なんと、今日はとある発表があります。第2期始まるよとかかな。めちゃくちゃホロスターズとかになる。あ、めちゃくちゃこちらをご覧ください。おお、なんだこれ。おお、わざと背景がリニューアルしました。あ、ついにできたか。いや、なんかバラエティのなんかほんとスタジオみたい。やっとできたか。ピザさ、そこに置くのやめてもらえますか。いや、ね、急に出番来たからさ、ちょっと置く場所なくて。だってアルさんがここにピザ置いたせいでこの部屋ピザ臭いからね。マジでよ。一番テンションが上がる匂いだろ。そんなあの悪くなってくんでしょ。チーズ臭がさらに不臭になってくる。スタッフさん片付けといてこれ後で。まあ、俺のは首飾りスペアとギターが置いてあるなっていう感じだね。で、大賀くんのが、まあ俺はこの首のね、ネクタイと、あと俺が今日乗ってきた牛。ロ中ってことこれ。ロ牛。あ、いや、ロ牛か。ロじゃないだろここ。じゃあ企画に行ってみましょうかね。文才査定企画。文豪はなんと答えた。この企画は文豪たちが小説の中で使った美しい一節や実際に行った行動からあたかも文豪になったつもりで美しい表現を考えて入れ込む才能テストです。次じゃあ行きましょう。文豪川端康成の化粧と口笛の一節です。男が家庭を持ちたいってのはああが欲しいからだ。場所、あ、場所だって。ヒント、場所。あ、今ちょっと書けないものが思いついてしまったから一回何何何それ話しなきゃいけない。思いついたんだよ。俺らに伝えるだけ伝えてよ。大丈夫ですか。全然いいんじゃない、男が家庭を持ちたいのは授乳室が欲しいからだ。これはもうシンプルにおぎゃりたいってこと。アルランディスはおぎゃりたいわ、なんかやだよ。ダイヤモンドは砕けないみたいに言うなよ。じゃあ俺はもうちょっとストレートかな。真っ裸で踊れる場所が欲しいからだ、うん、要するに外で踊ったら犯罪でしょ、うん、家の中だったら踊れるじゃない。一人暮らしの時にしろよ。だってやっぱりさ、極めたダンスは人に見せてこそでしょ。一人暮らしの時に裸踊り極めて家庭を持った時にやっと披露できるするんだ。これちょっと多くを語れないんですけど、夢の国が欲しいからだ。語れないね。やめろ、編集が大変だろ。夢の国が教えたよ。やりたい放題。正解どんな感じですか。こちら、うわっ、これってアホになれる場所。俺も正解じゃない。いや、これオーチュン正解ですね。俺かオーチュンだな。オギャランディさんないね。え、続いては文系企画第2弾、妄想漢字辞典タイマーン。イエー。テーマに合わせて辞書から漢字を探してきてもらい対決します。タイマンっていうから俺漢字辞典のみ武器として許されてここで殴り合うのかと思ったわ今。漢字、おい文豪、電話帳とか強そうですけど。次テーマ何でしょうか。自分のミドルネームに入れるならこの漢字。ミドルネームっていうのがおそらくその名字と名前の間に何か入れるみたいな感じでしょ、うん、2人名字ってアルランディスかな。俺だってもうリツかしかないかね。なんでこの2人の時にこれ出ちゃったのかちょっと分かんないけど、下の名前が変わりないのよ、まあのね、じゃあ俺できました漢字かリツ、唯一無二かです。いや長いよ。唯一無二って言いたかった。唯一無二の方が勝っちゃってるじゃん。俺のミドルネーム本舗初公開、アルラン日本三景ディス。ディスるみたいになってんじゃん。いやいや、ディスってかっこいいでしょ。アルランで切るんだね。アルなんとかなんですよね。俺はそう思ったけど。なるほどね。意味がわからん。松島、天の橋立て、宮島ですよ。これね、ちょっとね、多分あのアルランです不利なんだと思うんですよ。全部カタカナだから。そこを覆すパワーがちょっと欲しかったなってのがあって。実、ね、唯一無二か。無二かな。うわ、かっこいいかなって思っちゃうかな。負けを認めましょう。今日のこの経験を得てさ、みんなきっと文豪ポイント上がってるよ、まあ、聞いてる人たちもちょっとセンス上がったんじゃないこれ。
どれが好きだったとか教えてほしいんだよね。間違いなくなんだけど、うん、コメント欄は有能なんだよね、きっと。いや今日は皆さんどうでしたか、はい、いや、まあ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 、うん、さっき喋った通りね、まあ、うん、俺の新しい名字が明らかになってしまったり、川端おギャラ日本産系ディス授乳室絶対覚えられないでしょ。大事なことは、うん、背景が変わったよってそこだけ覚えてて、ね、そういうことですね、まあ、そこですね今後もちょっとパワーアップしていろいろやっていこうかなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、視聴者の皆様はこんな企画してほしい、こんなのが見たいなどあればコメント欄にぜひ書き込んでいってください。はい、よろしくお願いしま す, ますので、それじゃあいつもので終わりますか。はい、いいですか。せーの、おつさー